あ、おやつが届いたそう。お尼崎、もう一つの名物。めっちゃ食べたかったんですよね。マルキをご紹介しました。そのまま建物を奥の方に行くとたこ焼きって上りが見えると思います、はい、大いに幸せに焼くと書いてたこ焼きでございます。たこ焼き、醤油とソースだ。醤油、これ100円で6個なんですよ。100円で6個ってやばくないですか。で、なんでかっていうと、はい、タコじゃなくて、はい、こんにゃくが入ってます。だからたこ焼きじゃないんだよって最初聞かされて、ああなるほど、うまいことやってんなって思って、おいしいおいしいって思ってたんですけど、はい、売り場の上り見ると、はい、がっつりたこ焼きって書いてあるんですけど、でも100円で6個って考えたら、さあ食べてみてください。100円で、どっちから食べるのがいいですか。醤油からかな。お、じゃあ醤油から、うん、いただきます。俺も1個もらおう、醤油。うん、これは醤油。醤油、ソースいってください。ソースいきます。これソース食べたらもうたこ焼きです。うん、たこ焼きです。でしょ。このおやつ感覚が100円で6個味わえちゃうから最高、止まんないのよ。あ、俺でもやっぱ改めてソースの方が好きだな。まあ、ソースはまあ安定ですよね、うん、生姜、紅生姜が入ってる。紅生姜入れるっしょ。え、入ってますっけ。え、たこ焼き入れますよ。私入れないです、いつも。大阪のカメラマン、入ってます、たこ焼き。入ってる、入ってる、紅生姜。いや、美味しい。私意外と醤油が好きかもです。あ、ほんと。なんかあっさりパクパクと、うん、まあ6個で100円は船券1枚でこれ食べれるって思ったら安いよね。うん、頑張ってこう。頑張りましょう。難しいね、このメンバー。クリッキーが普通に逃げて終わりか。あー、でもモーターひどいんだな。平尾さんも厳しいか。金田選手はどこまで行けるかだな。ちょっとある気がしませんか、これクリッキーが良くないなら。おい、クリッキーやばすぎるぞ。6.91。クリッキーがやばすぎるんじゃないな、これ山川くんが出すぎなのか。 6.76 にしてもクリッキーがこの中でビリぐらいのタイムですから、これは相当やばいですね、スタートも遅かったし、うん、ただですよ、はい、山川くん全国で5点ちょっとかけるぐらい、はい、当地でも5点ちょっと、壁になってっていうのもちょっと考えられなくない。4の金田さんが行きそうだけども、3の吉川くんもスタートは行けてて、さらにタイムの出てる山川くんが2にいて、はい、壁になったらどうなります。あと1周と回り足はクリッキーも色ついてんだよね。だから腕で、やっぱり腕でっていうところかな。場所によってはものすごいつくとこに2000円貼ってたり、場所によってはこれじゃあが見るのに1000円しか貼ってなかったりみたいになるんですけども、一音頭の6前と全6でいきたいと思います。金田選手が展示で角から行く雰囲気はバキバキにありましたが、4が行き切った時もまあ平尾大先生が2、3着にはいてくれるんじゃないか。でもう一つ考えたのは、さっき言ったように1がかなり足が良くなさそうなんですけど、はい、2がタイムが出てる、うん、2が壁になる、はい、3はスタートめっちゃ早い、はい、やっぱり同じく2も3もだからこうなって1が後手踏む予定なんだけど、2も3もこんな感じでいて、はい、4がここをなかなか行けないみたいな、うん、な感じになったら、行きたいけどここにいて、行きたいけどここにもいてみたいなのになってる時に、うまいこと先にこう回って、でこれがこうこの辺とこうもつれ合ってこんなになってくれると、あー5、6、ダダーンですよ。でこうなのかこうなのかって、なるほど、これ理想ですね。おー、で4が行ってくれても結局2、3は行き場がなくなってるから、まあ、この形になるじゃん、156156、はい、悪くない、これでいきます。なるほど、私出来上がりました。あ、小島さん1から
クリキ逃げるでしょう。おお、逃げるでしょう。クリキショーです。クリキショーで逃げるでしょう。いやー、俺足どうだろうね。二の差しってどうなんですか。めっちゃいけると思うよ。めっちゃいけます、タイムだけ見たら、うん、ただ腕的に考えると、そうですね、山川くんが2コースからどんだけ足が良くても刺せるのかっていうのと、山川くん的に勝つなら直まくりなのかなっていうのもちょっとありますけど、まくり目で4-6前4前6も出してくれてますからね。順当にいけば1-4だろうと。うーん、あ、栗の絵描いてる。あ、本当だ。栗は描けると思いますよ。本当ですか。栗は描けなかったら面白すぎますけどね。これは来た。おお、これは大丈夫だろう。おお、なんか氷の上でこうシャッシャッシャッサーみたいなやつ。カーリング。カーリング。カーリングは。この輝きと。カーリングはこうですよ。おお。持ち手が。確かに持ち手ありますもんね、あれ。だからカーリングの持ち手は取ったら栗なんですね、あれ。なるほど。うん、カーリングに、これカーリングです。栗に取っ手をつけて滑らしてるってことです。あー、それを書いたんですね。そういうこと。なるほど。え、栗書いてよ、じゃあ早く書けますよ。さっさ、さっさ書いて。点がなんかすごい均一だけどこれ栗ですよね。こう 輝かせてる感じがちょっと、あー、ツヤがか、ツヤがちょっとカーリング感を増してますよ。ちょっとなんかやらしい色付けをしちゃったんだね。いやらしい色付けを。なるほど。で、私はここにします。14の前と15の前と2の134の前に直まくりの場合と刺しの場合で全部100円で押さえて、1号前も全部満州だったので壁になって悪くないね。4がいってこう引っかかってね、引っかかってパンみたいな感じでこれでいきたいと思います。クリッキーの足がね、不安ですよ。お願い、1逃げてほしいな。か、2の2頭。タイマー出てたからね。そうですよね、ワンチャンある。あ、4行くな。あ、4行くか。4行った。行ってる。あ、引っかかりもしなかった。すごい、綺麗。よいしょ、平尾先生綺麗に行った。はい、ナイス。セオリー461安いんだ。461、5になったら暑いんだけどな。あ、416になっちゃった。416の方が俺いいな、結局。416、あ、2000円持ってますもんね。そう、461。でも足やっぱ6いいですね。いやー、このオッズ差だったら416のが16-20、24。あー、どがみ。あー、ダメだ、クリッキーやっぱダメだ。461、逃げなかったか。ちょっと安いとこになっちゃったな。4か。ちょっとガミですね。2波16-8-24、4000円ちょっとガミか。うん、まあまあ3つ目、まあまあ、はい、4頭。やっぱ4-16-61を集めに行かなきゃいけなかったんだな、これな。今のところの私たちの収支が2人ともまだプラスですね。ういちさんまだまだプラス10万。やっぱ満州でかいね。いや、満州でかい、うん、っていうか今プラス私14,000円でしたよね。うん、これちょっと LINE 交換チャンスありますよ、今日やりようで。でも、あ、まあやりようだけどね、はい、4,000円いくらでしょ、はい、
あと1レース4000ぐらい使うでしょ。当たればそうなの。あと1回当たれば、当たれば全然余裕、光が見えてきた。頑張ってください。やばい俺黙ってたんだけどねそれで縮こまっちゃうと当てるしかない。変に力んだりして外れる方向に行くし。優しい。逆にそっとしておいたんですね。じゃあ分かってたけど、まあ、黙ってたら面白いかなと思っただけですけど気づいちゃいました。3号艇の選手良さそう。3アルガ選手。アルガ選手確かに、まあ、楽々行ってもおかしくないね。うーん、モーターは良くないんですね。あんま良くないですね。足は良くないですね。だからスタートだけだったらアルガ選手が行きそうだけど、はい、1マークまでに伸び返されて結局インが逃げてしまう形、うーん、すごいありそう。結局イン逃げパターン、うん、でそうなると今度はいくら腕があっても足が良くないので、はい、1-3になれるのか1-2なのか。あー、うわー安いです。これもう1-3×5×6倍安っ。5-6に展開が向きそうだもんね。うーん、4の吉本さんがあんま良くなさそうなので、はい、5の一撃っていうのもちょっとないかなと。3が足が悪いだけに、ね、はいはい。うわどうしよう、ここイン逃げからでも。雰囲気を感じたんだよな。露骨ですね、今の展示とか見てても。風を読めてる人と読めてない人みたいな。おお、あのこの辺かなって思って、これ1外してるでしょ。2はちょっとさっきのを反省して落としてもあったけど、あーあーでももうみんな落としてもあるな。なんつって普段全く見ないんで分かんないですけど。え、本当見ないんですか。全然見ないです、もう何回見ても分かんなかったし。まあ周回展示は確かに私も見ないですね。周りのでもその諸先輩方に聞かなかった。え、聞きました。そしたらメテンチ的な、うん、そのもう展示を教えてもらう塾みたいなのもあって。塾みたいなのがあんの、三島先生の。あー、はいはいはい、はいはい、それでメテンジだけでこう買ってみようみたいな。当たんなくてやっぱ難しいなっていう。教えてもらっていつも意識し見るときに意識してるのは、ふわっと見て回るところを見るんじゃなくて、画面だったらこう横からビュッて出てくるじゃないですか、この下らへんから。ここを見るみたいな、回ってるとき見るんじゃなくて、どっから出てくるか、あの出てきた時の勢いを見る。勢いよくバンって画面に出てきたらいいみたいな。その見分け方も難しいんですよ、感覚なので、ね、本当に感覚だから。あとはなんかそのハンドルをどこで落としてるか見るみたいなって言ってて、結局三島さんの見方は三島さんの目と頭じゃないと俺できないと思って。そうなんですよね、三島さんにはなれないから。なれない、だもう誰も。さっきオリジナル展示出てたんですけど、うん、1がフラッシュでした。1がフラッシュでした。フラッシュ、フラッシュ、フラッシュでした。ヤスコーチ君がフラッシュでした、ね、フラッシュで、アルガ君がちょっと足がよろしくない。レオさんはきついと思うんだよな。うわ、1-3×5.0倍。うわまた落ちてる。そこはもう俺捨てでいいや、ガミってもう。うん、それも仕方ないですよね。ここをプラスになるように足してってももう僕はもう十分ですからね、今日はね。5と6を絡めたかったんですけど、5絡みをちょっと3000円と厚めにいって、で6絡みはちゃんと5も入れてという感じにしてですね、これでも1-3-5が来ちゃうとガミるという状況です。はい、私は1-3-2-5-6と1-6-0に100円。だね、1-3-2-5-2 2000円で1-3-6-2 500円。これで計4900円でいきたいと思います。狙いましたね。はい、狙いました。16が来てほしいです。よし、当てたい。
1325本線なんだね。はい、135とかですんなり決まるんですかね。ここ6来たら暑いな。いいよね。だいぶ暑いです。16か164だったら2万周でしたね。あ、そうかそうか、4まで入れてんだね。流しました16は。3対3。うん、大丈夫か、持ったか。逃げて逃げて、まず逃げて。よし、126126 126 666666666 123はない。126、あ、え、またないやんないやん、マジで結構応援してた。僕のスーパーターン、いや、きつい。あ、危ない。おいおいおい、5も来てないと。123当たんじゃないの。当たんないのか。ないです。12は持ってないです。お、5がなんかすごいいいとこ来たな。なんとかならんか。123、あ、7.6 倍。ダメダメ、こんなの。7.6 倍。5映れ、5映れ。そう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 。きつい。松浦さんもバタついて下がっちゃったからね。やっぱ風が影響してるんですかね。どうだろうね、まあそうかもしれないですね。123、ここに来て。みんな2マークなんか浮くね、ちょっと。行きますね。ふわーっと浮きながら回ってくるね。123。ちくしょう。まあまあ、1回当たれば。まだ11、12あるんで、ここまだこの、そうだね、この段階なら。1万円のプラスを目指してください。はい、135が何が起こってんの。13資金配分したじゃないですか、はい、1700円とかだったら1000円買ってから、え、すごいややこしいことしちゃって、もう払い戻すまでわからないみたいな。 OK、 156